これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2の1、三重自陣33ヤードからフォースダウン2。しばらくお待ちください。これより第2クォーターです。プレーナンバー2の1、三重自陣33ヤードからフォースダウン2。プレーを選択します。ギャンブル。2ヤード獲得しないと攻守交代です。クォーターバック9番、ダイブフェイクオプションで自らキープ。しかし、ファーストダウン獲得には至っておりません。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー2の2、翔英、相手陣34ヤードからファーストダウン点。パス成功。クォーターバック10番、ワイドレシーバー17番にパスを通しましたが、これはカバーされており、約1ヤードロス。プレーナンバー2の3、翔英、相手陣33ヤードからセカンドダウン11。ナイスラン、ファーストラン。なにわく45番、ドロープレーによる中央突破。ゲインはしておりますが、ファーストダウン獲得には至っていないようです。しかし10ヤード以上のゲイン。審判のジャッジがあります。しばらくお待ちください。オフサイド、ファイヤーバード80番。先ほどペナルティがありました。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。しかしこの反則を翔英は取りません。ゲインを有効とし、サードダウン残り1ヤードになります。プレーナンバー2の4、翔英、サードダウン残り1ヤード、ボールオン、相手陣25ヤード。ファーストダウン。翔英、中央突破、キャリア45番。ブラストプレーで左オフガードを突き、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の5、翔英、相手陣21ヤードからファーストダウン点。
ス不成功。クォーターバック10番ワイドレシーバー85番へのパス、しかしこれはわずかに高く、パス不成功、セカンダウンに変わります。パス失敗ですとボールは元の地点に戻り次の攻撃へと変わります。プレーナンバー2の6、翔英、相手陣21ヤードからセカンダウン10。中央へのランプレー、キャリア45番、しかしこれは穴が開いておらず、ゲインはわずか1ヤード。プレーナンバー2の7、翔英、相手陣20ヤードからサーダウン9。攻撃権更新には9ヤードの前進、得点を上げるまでには20ヤードの前進が必要です。パス不成功、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。オフェンスは相手選手を捕まえてはいけません。しかしこの反則をミアは取りません。ダウンを進めフォースダウンとなります。プレーナンバー2の9、翔英、2の8、翔英フォースダウン9、フィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー16番、キックブロック、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードの抜体です。したがって翔英5ヤード前進してフォースダウンの繰り返しです。プレーナンバー2の9、翔英フォースダウン4、再びフィールドゴールを狙います。キックレングス31ヤード、キック失敗、無得点、攻守交代となります。プレーナンバー2の10、三重、自陣20ヤードからファーストダウン10。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。
オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でオフェンスを始めました。5ヤードバッタイシーファーストダウンやり直しです。イリーガルフォーメーション、ミエハイヤーバード、ペナルティーは5ヤードです。ファーストダウンを繰り返します。プレーナンバー2の11、三重自陣15ヤードからセカンドダウン、失礼、ファーストダウン15。中央へのランプレー、キャリア25番、しかしこれはアジャストされ、約2ヤードロス。プレーナンバー2の12、三重自陣13ヤードからセカンドダウン17。クォーターバック9番、オプションピーキープを試みましたが、これもカバーされており、約3ヤードロス。プレーナンバー2の13、三重自陣10ヤードからサーダウン20。パス不成功。クォーターバック9番、プレッシャーを浴びながら右にロールアウトし、19番へパス。しかしコントロールミス。フォースダウンに変わります。プレーナンバー2の14、三重自陣10ヤードからフォースダウン20。パントフォーメーションを選択します。パンター12番。ここでスナップが乱れましたが、パンター12番カロージを抑え蹴り出しました。自陣35ヤード付近での攻守交代です。ここでウォーターブレイクです。
プレーナンバー2の15、正英、相手陣34ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ランニング枠45番、トスを受け右オープンへのスイーププレー。相手タックルかいくぐり、大きく前進、ファーストラン。プレーナンバー2の16、正英、相手陣21ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック10番、プレッシャー浴びながら右に流れつつターゲット85番へのパスでしたが、このパスはわずかにコントロール乱れ、パス不成功です。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投げた選手へのハードヒットです。これは危険な行為として重大な反則として扱われます。残り距離の半分の距離のバッターを受け、ファーストダウンを譲渡します。したがって正英、相手陣奥深く入ってのファーストダウンです。ここで正英、前半1回目のタイムアウトを取りました。正英、前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の17、正英、相手陣11ヤードからファーストダウン10。タッチアー、ランニング枠45番、ハンドフォーケー中央突破、そのままエンドゾーンに入りタッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。この判定を待ちます。オフェンスの反則です。背後からの不正なブロック、後ろからブロックしました。オフェンスは相手を後ろからブロックしてはいけません。反則発生地点から10ヤード下がってファーストダウン、やり直しです。プレーナンバー2の18、
翔英、相手陣16ヤードからファーストダウン15。パス成功。クォーターバック10番プレイアクションからワイドレシーバー85番へのパス、約6ヤードのゲイン、失礼、約10ヤードのゲインです。プレーナンバー2-19、翔英、相手陣5ヤードからセカンドダウン4。なにわく45番ハンドオフから左オープンへの展開、アウトサイドゾーン、しかしこれはカバーされており、ゲインはなし、サードダウンに変わります。プレーナンバー2-20、翔英、相手陣5ヤードからサーダウン4。ここでホイッスル。ファイナル。ファイナル。前半2回目のタイムアウト。三重、前半2回目のタイムアウトを取りました。三重、後半2回目のタイ、あ、失礼、前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-20、翔英、相手陣5ヤードからサーダウン4。なにわく45番中央突破、タッチダウン。ランニングバック45番ハンドオフから左を2タックルを突き、そのまま縦に上がりタッチダウン。翔英6点獲得。プレーナンバー2-21、翔英トライ4ポイント。キック成功、1点追加。翔英ブレザーズ21点、三重ファイアバード0点。プレーナンバー2-22、
翔英キックオフ。先ほど得点を挙げた翔英ブレザーズのキックオフで試合再開です。キッカー16番三重リターン81番このリターンカバーよく三重陣15ヤード付近でボールデッド。 ここから三重の攻撃となります。プレーナンバー2の23三重自陣13ヤードからファーストダウンテン。ドロープレーパスに見せかけたランプレー。キャリア25番、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー2の24、三重自陣15ヤードからセカンドダウンウェイト。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック9番、クォーターバックドローで中央突破。相手タックル縫うようにかわし大きく前進、ファーストラン。プレーナンバー2の25三重自陣38ヤードからファーストダウンテン。パス成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバー19番にパスを通し約5ヤードのゲイン。ここでホイッスル。ここで三重前半3回目のタイムアウトを取りました。三重前半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の26、三重自陣43ヤードからセカンドダウン4。
前半残り時間は54秒です。インターセプト、タッチアウト。クォーターバック9番パスを閉じましたが、これを取ったのは39番、そのまま右サイドライン際を走り上がり、エンドゾーンまで駆け込み、タッチアウト。翔英6点獲得。プレーナンバー2-27、翔英トライ4ポイント。ここでホイッスル。翔英ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。翔英前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-27、翔英トライ4ポイント。このキックは失敗、6点止まり。翔英ブレザーズ27点、三重ファイアバード0点。プレーナンバー2-28、翔英キックオフ。キッカー16番。三重リターン。リターナー80番、セカンドエフォートで自陣40ヤード付近までリターン。プレーナンバー2-29、三重自陣40ヤードからファーストダウン10。2ダウン時計を回します。ここで前半の時間がなくなりました。
前半終了となりまして、昌栄ブレザーズ27点、三重ファイアバード0点、昌栄ブレザーズリードで後半戦に移ります。